ミルパールタはメキシコシティを構成する16の管轄区域の一つ。メキシコシティ南東部に位置し、メヒコ州及びモレロス州と境をなす。面積は2番目に広いが、人口は最も少ない。メキシコシティで最も伝統的な地域である。ミルパールタはメキシコシティ南東部に位置し、ソチミルコ、トラウアック、トラルパンに接する。南部はモレロス州、東部は メヒコ州と境をなす。面積はトラールパンに次いで2番目に広く268.6平方キロメートルである。火山の峰からなる入り組んだ土地だが新生代に形成された小さな平地がある。全体が保護地域に指定されており、大水層及び森林が重要と考えられている。森林、田園、放牧地が地表の98.1%を占める。 平均標高は2420メートルで2300メートルから3600メートルまでの幅がある。メキシコシティとモレロス州を分けるトランスメキシコ火山帯及びシエラチチナウツイン火山帯の一部分をなす。標高の低い方からアフスコテウトリ、トピレホミルパ、アルタ、セロイコールトリクアヤの3つの地域に分けられる。ミルパアルタの名はビジャミルパアルタの町に由来するが、 トラウアックやソチミルコと異なって人口は一つの町に集中するのではなく12の主要な町から構成される。主要な町には以下がある。ビジャミルパールタはいくつかの地区に分かれる。ミルパールタはメキシコシティで最も人口が少なく2010年に13万582人だった。その約半数がビジャミルパールタ及びその周辺に住み。 人口の80%が40歳未満である。社会構造は伝統的で、給料の払われる仕事の大部分は男性によって、担われ、女性は家で働く。家族経営の仕事に就く女性も多いが、一般的に給料は払われない。犯罪率は最も低いが、男性が飲酒によって、家庭内暴力に及ぶ問題がある。メヒコ州、プエブラ州、 オアハカ州などからミルパールタに移住するものがある。一方で、外に移住する人がほとんどいないため、人口は増加する傾向にある。ミルパールタは、メキシコシティの中でナワトル語を話すコミュニティが今も残っている数少ない地域の一つであり、2007年において4007人が先住民言語を話していた。地域内でナワトル語の使用を保護、促進するための努力が払われている。 縄族は基本的にカトリック教徒であるが、その中に先住民の信仰が混在している。その多くは農業の日取りと関係し、しばしば成人崇拝と結びつけられている。縄族の伝統的医学は現代医学と組み合わされて、現在も用いられている。1950年代からエホバの承認などの福音主義がこの地に入り込んだ。ミルパールタには劇場、 ショッピングセンター、スーパーマーケット、ホテルがないが、多くの伝統的な祭りを保存している。毎年約700の祭りが開催され、1日あたり約2つの祭りがどこかで開かれていることになる。この祭りのために年に120万人がミルパールタを訪れる。モーレの販売経済的には最も貧しく、人口の48.6%が貧困戦未満とされる。 しかしながら、社会経済学的終焉化の度合いは低いと申されている。この矛盾の原因は、経済活動が現金で行われ、すべての経済活動が記録されているわけではないためと考えられる。土地の大部分は、エヒドなどによって共有されている。土地に正式な所有者がいないために、不法な集落の存在を許してしまう問題がある。主要な産業は、農業で、 トラクターなどの機械の導入によって効率化されたこと以外は今も伝統的な方法で行われている。最も重要な作物はノパルで至るところで見かけることができる。他にはトウモロコシ、豆類、飼料、蜂蜜などが作られる。プルケは地域内で消費するために作られる。重要な加工製品にバルバコアがあり、メキシコシティの大部分の伝統的な市場や路上で 週末に販売される。猛烈の材料になる粉末の生産も重要である。公共交通機関としては13の路線バス及び個人の受け負い業者による23のマイクロバスがある。メキシコシティ中心部からミルパールタまでは公共交通機関で約2時間だが交通事情が悪ければ3時間かかる。しかし2012年にメキシコシティ地下鉄12号線の駅が ミルパールタ近くまでやってきたため、そこからバスに乗り換えればよい。アスンシオン教会、ミルパールタとは、高知のトウモロコシ畑を意味する。アルタはスペイン語で、高いという意味で、ミルパは、ナワトル語由来のメキシコスペイン語でトウモロコシ畑を、いい、他に、カボチャや、リュウゼツランなどの作物も栽培される。ナワトル語では、マラカチテペクモモシコといい。 山に囲まれた祭壇の場所を意味する。様々な火山があるところからこの名が付けられた。1240年頃北から父メカがメキシコ盆地に移住してこの地に定住したが、1440年にメシカの支配下に入った。スペイン人は先住民が土地の所有者であることを認めたが、高能とキリスト教への改修を要求した。植民地時代を通じて、 メキシコ盆地の他の地域と比べて、スペイン人との接触が少なく、先住民の伝統を多く保存し続けた。フランシスコ会の宣教師は、聖母の秘書店を守護聖人とした。1570年に修道院と教会の建設が始まったが、完成まで100年かかった。メキシコ独立革命後、この地域は初めメヒコ州の一部だった。 1854年からアントニオ・ロペス・デ・サンタ、アナによってメキシコシティ連邦区が拡大され、今のミルパールタの一部がその中に編入された。1903年に連邦区がさらに拡大され、今のミルパールタ全体を含むようになった。1928年にメキシコシティに13の区が置かれ、ミルパールタはその一つになった。ミルパールタの都市化は他の地域より遅れたが、 20世紀後半以降、トウモロコシの生産が減少した。都市化に関連して不法な集落や共有地の選挙及び違法伐採が問題になっている。ありがとうございます。